これで、東京招致が決定した段階からですね、今年の東京オリンピック・パラリンピックの成功に向けて全力を挙げてまいりました。そしてそのオリンピック・パラリンピックにおいてはですね、アスリートの皆さんや観客にとって安全で安心な大会となるように、感動を与える大会となるように、まさに日本全体ワンチームとなって力を尽くしてきたところでありますし、現在も準備を進めています。まあ、来週にはいよいよですね、聖火を日本に迎えることになりますし、私自身26日には福島を訪れて、聖火リレーのスタートに、立ち会わせていただきたいと考えています。IOC のバッハ会長はですね、予定通り本年7月24日の開催に向けて、オリンピックの成功のために我々は全力で努力すると発言をしておられると承知をしておりますが、またこの IOC とですね、WHO は緊密な連携のもとで状況を注視していると承知をしておりますね。我々としてはそうした方針のもとで IOC を含めた関係者と、緊密に、連携を持って対応していくことに変わりはありません。またタン大統領にはですね、昨日私からオリンピックの開催に向けて努力をしている旨を説明をいたしまして、大統領からは透明性のある努力を評価するという発言がありました。その上でオリンピックの成功に向けて日米で協力をしていくということでも、これ一致をしたところ、緊密に連携をしていこうということでも一致をしたところであります。延長や中止については、その首脳会談では一切課題は今なっていないということでありますが、いずれにせよですね、今後とも IOC ともよく連携をしながら、また当然 IOC も WHO とですね、緊密に連携をしているわけでありますが、我々としてはですね、とにかくこの感染拡大を乗り越えて、オリンピックを無事予定通り開催したいと考えています。今からご質問いただきますと、ご希望の方挙手をお願いします。はい、じゃあ野口さん。毎日新聞の野口です。水際対策についてお尋ねします。その通り。中国航空省、滞在の外国人の、入国拒否の措置、今年の2月1日から行いましたが、でその後中国全土からの入国制限は3月5日でした。すでにその時にはもう国内で感染が広がっていた状況なんですが、1月初め頃中国政府が、感染の情報を統制していた可能性も指摘されていましたが、今から振り返ると、その入国制限をした時期というのが遅かったのではないかという反省はあるでしょうか。あとその判断の際に中国の習近平国家主席の訪日ここから嘘だので配慮したというのも判断の基準になったのでしょうか。お願いします。まずはじめに、習近平国家主席の国賓訪日が予定されていました。この国賓訪日がですね、この中国に対するさまざまな制限に対して影響を与えたのではないかということがよく提供されていますが、そんなこと全くありません。政治行政の最大のこれがあったからこっちまでばらまかれたんだろうよ。その最優先に判断をしてきたどっちつかずだったからでしょ。あなたが中国につくか、アメリカにつくか、二枚舌で。日本時間の1月31日未明の WHO の停止宣言を受けて、新型コロナウイルス感染症を感染症法上の指定感染症を指定感染症に指定したほか、無症状感染者が生じた事実も踏まえ、前年のない対応ではあったもののですね、入管法に基づく入国拒否措置を講じることとしたところであります。これまで諸外国における感染者数や移動制限措置の動向等を踏まえて、もう皆さん気づいてくださいよ。拡大をしてきたところでありますが、引き続き状況を注視しながら分析をし、機動的な措置をですね、躊躇なく